皆さんこんにちは、大森隆弘です。岡井俊一です。今トーナメント全くないじゃない、この2ヶ月間そうですね、まあ、いことになりましたね。今テキサスで大森邸なんだけど、はい、何してんの？ステイアットホームオーダーっていうのが出てからというものは、まあ、あのテキサスの試合の後ですよね、うん、バスキャットの方とかに寄ったりとか身の回りのこともろもろやってたんですけど、どんどんねその感染者の人が増えるっていうことで、できるだけ密にならないような行動を取るようにしてますね。家のことをやったりとか、まあ、芝買ったりとか、まあ、アメリカならではなんですけど、最近ねその土地を買ったんで家の周りのことをやったり、池があることによってキャスティング練習をしてみたりとか、池に魚も入ってるんでルアーのテストとか、まあ、そういうことをずっとやってる日々ですね、うん、もちろん近くね、あのジョージアなんでクラークスヒル近いんで、うん、ちょうど今シャットスポーンの季節にもなってますし、うん、ヘリングレイクなんでブルーバックヘリングっていう、まあ、ちょっとややこしいね回遊性の高い魚なんですけど、そいつを追っかけれる練習、まあ、大森さん大嫌いだと思うんですけどまあそういう、まあ、トップウォーターでね結構朝のいい時間帯にね出るんで、今日もちょっと大森さんからルアーをちょっと調達したんで、うん、まあステイホームオーダーとはいえ釣りにガンガン行ってるってことですか？そうですね、基本一人なんですけどね、行くとしてもまあ一人もしくはまあ嫁さん連れてとか、まあ我が家のワンコ連れてとかになるんですけど、うん、釣りはね基本そういうまあ人と接することもないですし、僕の周りのステートパークも一応オープンになってますし、行ったら必ず誰か釣りはしてますし、アメリカの場合は逆にアウトドアアクティビティってやつですか、はもうどんどんやりましょうっていう感じなんですけど、ステートパークの中でもキャンプ場とかちょっと人がね集まるようなところは僕らの周りでも今のところは残念ながら、うん、閉まってるっていうような状況ですね。うちはね、これもうレイクポークだから、うん、もう裏にプライベートボートランプがあるから、うん、もうパスポートツアー終わってから12回ぐらい一人で出てる。誰か連れてた時もあったけど、基本的には一人で練習してた、うんうん、こういう時こそ。まあそうですよね、来月から一応試合が始まるんだけど。そうですね、ぶっちゃけ6月経験あります？ない、一回もフロリダ6月行ったことない、うんうん、ですよね。僕は8月とかは、まあ7月ですね、アイキャストの時にスポンサーさんの人とか連れてったりするのにボート持ってってで釣りした経験はあるんですけど、6月っていうのはないですね。その準備とか大丈夫なの？いや、まあ、まだ一月あるんで、アメリカのトーナメント出て今年で16シーズン目に入るんですけど、季節が違うんでどうなることかは分かんないんですけど、結構フロリダの湖って癖はあるんですけど偏ってるんで、準備自体はそんなにね大変じゃないと思う。まあ基本的に僕らの仕事ってさ、家がホームオフィスで、でもう一人でできるから、そうですね、うん、別に他のとこが泊まっても大体家でさ準備ってできちゃうじゃん。そうですね、大抵、はい、うん、はい、だからこういう時でもペースあんまり崩されずに、うん、今まで通りにやって準備できてるから。そうですね、準備だってね、もう針を一つ、ルアー一つ交換することから始まり、うん、やることは何かと結局あるんですよね。そうだから、うん、まあ自分でガンガンできちゃうし、もともとで、まあ実際ただね、ほんとこの6月からやるっていう話になってるんですけど、でも僕自身はちょっとなんかまだ不安な、うん、それはある、うん、ただキャンパーで移動するから、はっきり言って家出る前にある程度の食料とか冷凍して作って、うん、外食せずに、そうですね、で自分のキャンパーでトイレとかシャワーとかずっと使えるし、うん、そうですね、その移動中から、うん、我々そのスタイルをずっと、ね、うん、やってるんで、そうそう、僕らの場合は結構そういう意味だったら、そのレストラン空いてなくても別に毎晩食べ行くわけじゃないし、うん、ガソリン入れ行くぐらいで、そうそう、もう現場着いてから一回本当一週間株の食料買ったら、うん、もうそこでキャンパーでクックして、そうそう、今まで通りのペースでできるから、ね、逆にホテル泊まったり毎日外に食い行く、うん、そういうやつらの、そう、ね、どうすんのかなみたいな、ちょっとリスクもあるし、うん、何かちょっとちゃんとねその辺対策しないと大変でしょうね、うん、キャンプ場にいる限りはほぼ何も変わらない、うん、ただまあ、うん、ジャッジも乗るし、ミーティングはないですよね、多分ズームのコールとかああいうやつで、うん、電話でやっちゃうんじゃないかな。何もないとはいえちょっとやりづらい、うん、でも、まあ、そればっかりは言ってられないですし、うん、というか、まあ、僕自身、ね、何しにアメリカに16年前に来たかって言ったら、もうとにかく試合に出るため、うん、ここに尽きるんで、やっぱ試合を奪われると、まあ、さっきねすることはあるって言ったものの、トーナメントに出るための準備ばっかりですし、試合がないと
まあ、ぶっちゃけスポンサーさんに見せる場もないですし、うん、一番ちょっと辛い、まあ、ただね16年前から比べたこういうソーシャルメディア的な部分が増えてるんでいろいろ発信はできるようにはなったんですけど、でもやっぱり実際生の映像でそのものを使って本気で賞金取りに行ってる人、本気で勝ちに行ってるっていうのを見せたい、ね、まあ、だからトーナメントがないと、まあ、他のスポーツみんなないじゃん、うん、野球でもさバスケでも、はい、トーナメント俺ら出れないと商売上がっちゃうよね。そうですよね。マジで。ぶっちゃけそうです、はい。だからまあ6月からやるっていう、そういうすごいグッドニュースが出たから、ね、はい、まあそれに対してまあ準備はしてる。あとは例えばでも日本から来てる連中っていうのはちょっとかわいそうっていうか、どうすんだろうなってなるよね。そうですね。こういう状況になっててね、うん、下手すら14日間の期間を空けないと一般のこの場に出れないっていうのもあるじゃないですか。飛行機もなんか乗りたくないよね、そうですよね、14時間とか、はい、ノンストップで、うん、かなり試練だとは思うんですけど、そうじゃなくてもかなりやっぱり言葉の部分とか生活の違いとかっていうので試練はあると思うんで、でも結局でもそれを乗り越えない限りはね、この場所にはなかなかたどり着けないと思いますし、一つずつ潰す以外方法はないかなっていう、こういう時に本気でやる気があるやつっていうのは絶対来てチャンスをつかむから、こういう時こそ、これはもう本当にやりたいんだったら日本からでもやっぱり絶対来なきゃいけないし、こういう時こそ本当に頑張んなきゃいけない。そうですね。まあ、唯一言えるのはバスプロツアーとかメジャーリーグフィッシングのこういうカップ、今後ろでテレビ流したやつとかはライブストリームでやったり無観客試合なんだよね基本的に。だからそれが BSS とか FLW ツアーと違うところ、そうですね。でそれでメディアとボートオフィシャルさえ来れれば基本的にできちゃうからね。そうですね、多分まあバスプロツアーが独り勝ちするような気がする今後将来的に、はいはい、もうそう願ってますんで、このビジネスモデルが、はい、まあ僕はそこにかけてるけどね。そうですね、だ結局バスプロツアーに選ばれて本当メジャーリーグフィッシングで活躍するっていうのはやっぱり今アメリカで一番頂点のツアーだから、やっぱりそこにいる連中っていうのはもうマジでフルタイムプロだから、で日本人は今2人だけだから出てるの、はい、僕らもその6月の試合に向けて頑張ります。慣れてるんでね、上位に入るんですよ、僕はまだまだ勉強不足でね、その場を釣るっていうのになかなか合わせないんで出てないんでね、まだまだ修行が必要だと思いますし、これからも僕も勉強していきたい。これは始めた時のオリジナルメンバーだから24人の、だからそんだけそのこのフォーマットに対する経験も多いし、それはね僕この2シーズン目に、まあ、1シーズン目に明らかに差を感じましたし、自分に足らない部分っていうのも随分見えたんですけど、最初の2試合結構やっつけられちゃってるんで、まだ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 自分の中では見えてるようなんですけど、そこにはたどり着いてないなっていうのはもうひしひし感じてます、ね、うん、とにかくね今までで本当の最強のグループで、やっぱ上手いやつに揉まれるから、ね、自分も釣りが上手くなってくるのが分かるし、うん、そうですね、考え方も随分違いますしね、またねかますんですよこの人もね、裏隠しね、もう本当この79人も大森さん含めなんですけど、すっげえ嫌なやつばっかりで、でも結局個人スポーツなんでね、もうそうあるべきでしょうし、僕も人よしでもいいんですけど、まあまあやっぱりね試合ってなったらやっぱ勝負の世界なんでね、ちゃんと線引きして仲良くやらせてもらってるんですけど、試合になればそういう形でやっております。まあ、はい、こんな感じで頑張りましょう。はい、さあみんなね、そうですそうです、日本の方も大変でしょうけど、うん、頑張りましょう。はい、はい。